だこれ。はい、乾杯。乾杯。飛んできた。人間も飛ばされることだった。しかも豪雨ではないけどね。でもこっちは大丈夫ね。福岡の方結構風すごかったけど。うん。今ね。ね。今佐賀県。佐賀県で唐津方面に向かいよるけど。風はないね。うん。うん。なんかサビキセットとか売ってなかなか1000円ぐらいで。ああ。パックとかにないと？ああ、ありそうね。あれじゃあるかもしれない。100まで行かないよ。あ、でも通り道だよ。通り道じゃない？うん、通り道。ちょっと夜だけやってみる？いいよ。網姫も持ってこいやったよ。網姫もあれ。食品はもう切れるわやね。2年ぐらい使ってないけどな、ね、昔からああいうのあってくれたらよかったな。本当ね、サビキってね、手が汚れたりベロベロなもんね。匂いがね、匂いがきついしね。それは女の子に、そうそう、女の子にリンクとチューブタイプでね、牛耳入れれるけど手汚れんし。うどん、ひこちゃんうどん、これ塩ガスさん、塩ガスさん感じある。ちょっとお腹が空いてきたね。見え、むしろ、あ、いやだよね、大丈夫。前からずっと不発に終わりよるたけちゃんラーメンでも行こうか。うん、休みやね、行くとね。そうそうそう、さあなたけちゃん行こっかって言ったら休みやったやつ。今回もね、休みじゃなけりゃいいけどね。今日は土曜日やけんね。でもあお客さん多いかな。どうやろう、わからんね。おでんもあったよね、あそこ。あ、あったね。前より美味しくなったな。前よりなんかうまくなってる気がする、うん、ね。さあ、なら行こうかね。ビール、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 ビール。ちょっと左方向です。あと10分ぐらいかな。この先4キロほど道なりです。はいよ。もう呼ぶ子だね、ここ。ああ、もう
うちょっとしたらね、もうちょっと先へ呼ぶね。呼ぶこと言ったらイカさん。イカさん高いもんね、呼ぶこのイカね。ああ、いいこと言おうかってんならちょっとやった方だったよカメラが動く、カメラが動く、気当たりばったりすぎやろその分ね、やっぱ透明なイカっちゅうのはやっぱり店じゃないと食べれんもんね。釣り立てといってもね、なかなかさばき方もあるけんね。お疲れ様。お、大丈夫。虫があった。あ、怖いね。近くにコンビニあってよかったね。うん。怖い場所だと思う。ねえ、かなり。ちょっとね、足りないものがあったらすぐコンビニ行けるけど。てってね。他にもなんか車中泊しおる人おるね。うん。トイレもあるしね、バッチリだね。バッチリです。ちょっとトイレば確認してくるね。女子弁もお願い捕まります俺帰ってこんまで女子弁女子弁もお願いさあ、飲もうか飲もうか、ね、運転ありがとね。いいえ、お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、名古屋漁港が近かったからやっぱ釣りしたかったけど、まあ、今回は。でも、暗かったね。暗かったね。いつも赤々とね、ライトがついとっとばってね。どれから飲みますか？あいつなんか刺しとる。なんだ、茶葉。つまぐろ横ばえたい。違うよ、黒かったよ。つまぐろ横ばえ、黒たい。何やっただ、あの人。知らんよ、蚊じゃないと。なんかあの普通だとね、こうなってあ、つまぐろ横ばい。それ緑やんの黒だよ何回も同じことを言う人がいます年だい年それから行く。よいしょ。ならはい、乾杯。乾杯、はい、お疲れ様。お疲れ様。よっしゃ。ああ、違った。もう一回。運転席ね。うん。よし。ガチガチ。ああ、うま。おいしい。うん。ベビーチーズ食べる？あ、そうだ、お腹いっぱいやねお腹いっぱいやねって俺も待ってチーズをね、飲む前に食べとくとね、胃に膜ができてね、悪酔いしづらいという迷信があります。そうなんや。本当かどうかは分かりま
ません。乳製品やけんね。うん。あんまいけんだ。何？おはよう。おはよう。ゴツゴツするね。ねえ。もうちょっと寝心地よくせってからね。ゴツゴツするぜ。何キャラそれ。うわあガツガツするぜ。車が行った時に出るキャラ。ちょっと後ろにね、今日邪魔なやつば持ってきてしまったけにいたんだよ。うん。これ。この台がいらやった。今日の予定は、とりあえず鳩岬行きたいな。うん、お昼ご飯とかどっかで食べれたらいいね。でまあ帰りながらいろいろ考えながら行きましょうか。しましょうか。そろそろ。ちょっと燃料入れてから行こうかね。はい。本当めて歩いて行く中でもあるけど、なんかね管理のおっちゃんがおったよね。うん。ならちょっとここ止めてから歩いていこうか。雷鳴りよね。バーッと車で行けるんやったらそっちがいいかもね。ここまで車で行けるんかな。やったらちょっとチェック。本当だ。ちょっ
司会が運営しとるとかな。清掃費、ちょっと雨がすごいわ、うん、海も荒れてるね。荒れてるね。あ、光った、光った。さすがに怖いね。怖いね。でもあそこに車止まってるのは何だろうね。どこどこ、下の方に車が止まってるのは。ああ、本当だ。あれ従業員さん、ごめん、従業員さんとの車かな。か、あ、ちょっと大荒れだよこれ。ああ、ああ、ああ、あらららら、ああ、ああ、ちょっとこれやばいね。やばいね。うわ、すごい。急にひどくなってきた。うわー、やば。うわ。うわ。ちょっと逃げようか、これ。うん、ね。台風並みこれ、うん、今はここの方がいいね、うん、なんだこれ、なんだこれ、やばいやばい。あ、でも入っていってる。うわ、ちょっとこれは、うわ、これはやばい。あ、やばい、コーンが、うん、全然やったのにね。気に入ったね。ねえ。
中もなんか変な感じだね。お待たせいたしました。受付番号 A のロケ番でお待ちのお客様、カウンターまでお越しください。こちらでございます。メニューこれだけになっております。あ、これだけですね。はい。はい、お願いします。2つお願いします。2つですね。いかが2名様が下の盛りできますのでね。はい、お幸せです。今、わかりやすいね。塩で食べるとね、イカさんの甘みがわかりやすい。でも醤油が好きかな。美味しい美味しいよ、うん。試してみる価値ある。ツヤが、うん、
うんうん、確かに甘いね。本当にすごいね。コリコリしてる、うん。こういうの動画撮ってもいいですか？
あ、大丈夫ですよ。はい。ありがとうございます。大丈夫よ。人間も飛ばされることだった。よかったよ、2回あった。あ、2回見ました。待って、2回目とそうでもなかったよ。初めとかね。よかったですね。また見に来るのか。初めでしょ。自分たちもそこにおったやつも。あ、そうだそうだ。もう、よくにおったばってた。病院の電気、停電したっちゃ。あ、本当ですか。電気は。見ててて、はあ、今度回転バンバン見ってさ、はあ、ここ電話もしてるわけですよ。先生、ついたけど、またすぐになったもんね。うん、停電のせいだったことね。あ、神奈川の前にさ、もうあれが落ちとったよね。あ、ブレーカーの落ちて、いただきます。もうやば、うん、あ、やば。スルメかな、これな。お風呂取ってください。めっちゃうまい。やば、うん、キラキラしとるね、殻の。綺麗。してくれや、してくれや。へその部分もやわくて美味しい、うん、ね、うん、ちゃって大丈夫。大丈夫です。あ、よし。どうも。さっきは大丈夫やったかなと思っちゃう。一瞬でずぶ濡れになったの ね。これってどうやって行けばいいと？あ、上に行くんかな？
車ずっと行けるみたいね、奥まで。かわいいかね、なんか泣きかわいい、ね、プチ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 おかわいいですね、ありがとうございます。なんかすごいね、ここね。黒鯛よね、あれね。黒鯛がめっちゃおる。ベラかな、これは。あ、メジナがおる。あ、黒鯛。ん？知らんよ。普通にお湯出てんやろ、ここ。綺麗ね、ベラが。ベラ綺麗。あ、ベラね。ベラ。うん、ちっこい子が。ね。さっきのダイバーさんは。ね。あれか。お掃除するために潜ったんだ。黒だやろ。黒だいっぱいおるね。あ、あ違った。こいつしかもなんじゃ。もうかめ、あんたたち。あんたたちしかおらんやね。頂上はだって。おらんね、頂上はね。ここなんかちっちゃいやつばっかおる。9月から11月だったよ。あ、ほんと？あ。いや、意外と面白かった。ね、楽しかったね。うん。やろね。おー、すごい。
海を映す前を映すパパ。行こうか。そうそう帰りますか。ね。よいしょ。行きますよ。楽しかったね。うん。